我々がねやることっていうのは至ってシンプルだと思うし、ものすごく簡単に言うと、ね、いいサッカーをして勝つ、もうそれだけだと思う。じゃあいいサッカーっての何なのかっていうのは、やっぱり俺たちはねこのヴェルディってものを、ね、背負ってヴェルディらしいサッカーでそして勝つっていう、もうここを目指していくだけだぞ。ここから先はねもうできるとかできないとかそんな話じゃなくて、ね、俺たちがやれないわけだし、俺たちでやるかやらないか、でもそこだけだと思う。ね、できない言い訳なんか並べるのはねもちろん簡単だと思うし、でもここにいるみんなが、ね、同じ目標に向かって、ね、このクラブのために今までもね手を抜いたとは思わない、でももっとできる、ね、あと一歩もう一つ前にっていう気持ちを、ね、ここにいるみんなでやっていけたら、必ずもっといいサッカーでもっといい内容で、そして必ず結果をつかめると思って、ここにいる仲間を信じてやっていきましょう。できるじゃん。
わ。結構やったことあんだな。キーパーっぽいじゃん。キーパー。キーパー。ただのあれで酒飲みじゃない。まあいい緊張感の中で、まあ選手がね、すごく、まあ、雰囲気よくね、一生懸命やってくれてたんで、まあ、そこはワクワクする感じしか今のところないですけど、はい。